こんにちは、北野アリオナです。今回の動画は近況の報告とこのチャンネルの今後についてです。本当は本日、別の動画をアップする予定だったのですが、キャンセルになってしまい、上げることができなくなってしまいました。今日の動画はその代わりもあって撮ってます。ちょうど中間報告みたいなことはしたかったので、ちょうど良いなと思い動画を回しています。はい、以前の動画でお話ししたのですが、ここ1ヶ月ぐらいは企業さんとのタイアップして、そこから得た報酬をウクライナの支援を行っている団体に寄付しようと動いています。その関係ですでに2本の動画を出しました。広島の動画と旭川の動画ですね。企業さんとのタイアップなのですが、私の今までのチャンネルの内容的に旅行系やサービスのレビューのものが、提案するときにお話がまとまりやすいです。他の内容だと、実績がないので、提案しても条件に合わず断られてしまうことは多いですね。そもそも今ロシア人の私を PR に使うというのは企業さんにとってとってもリスキーなことなので、断られるのはむしろ当たり前だと理解しています。そういう背景もあっての日本の動画でした。それで動画を見てくれている皆さんからはいろいろなコメントもいただいていて、とっても参考になっています。ありがとうございます。私は動画の撮影と編集を一人でやっているので、コメントで考えを聞けるというのは私にとってとっても貴重なんですね。自分で調べるにしてもどうしても時間が足りないことが多いです。近くに YouTube やってる人もいないので、コメントからアイディアをもらっています。ありがとうございます。印象的なコメントが何個かあったので、それに対する私の考えも正直お話しします。少しだけピックアップしますね。企業案件ばかりだと魅力がなくなっていくなというコメントをいただきました。はい、これは確かにそうだと思います。元々のチャンネルの方向とは違いますので、今は企業案件を多く扱っていますが、もともとこのチャンネルでは企業案件の動画は少ないですからね。話を進めて制作しているのがあと3件があるの で、それを終えたらしばらく終了しようと考えています。あとはロシア人が楽しそうに旅行しているのを見るのは気分が良くないというようなコメントですね。この意見も理解して受け止めています。動画を作る前から、このような意見はあるのは分かっていました。これは自然の感情だと思います。それだけのことをロシアはしています。私自身も撮影や編集をしていて、笑顔の自分を見て手が止まるし、YouTube とは関係のない普段の生活でも笑っていいのかな、普通に生活していいのかなと考えることも多いです。誰かを傷つけたくて動画を作ってるわけではないのですが、難しいです。申し訳ないです。一方で今まで通りの動画を見たいと言ってくれる方も多いので、メンバーシップとかも考えてはみたのですが、それは私のやりたいチャンネルの方向とは違うかなと思いますし、コンテンツを作るときは正直かなり悩んでます。あとは動画を楽しみにしてるよとか応援してるよなどのコメントもたくさんいただいてます。もう本当に嬉しいです。長文でも一言でもとっても元気をもらっています。ありがとうございます。はい、ひとまず以上です。企業さんとのタイアップする動画はあと3本の動画を出せば個人的に目標としている金額になるので、一度そこで終了し実際に寄付をします。で、寄付をするときは
金額なども、まあ、具体的にしてアップしますのでご安心ください。このチャンネルは私が、まあ、動画を撮って編集してでそれを見てくれている人がいるおかげで、まあ、作れてるコンテンツだと考えています。なので大事なことは、まあ、皆さんとちゃんとシェアしていきたいです。はい。まあ動画を出すのがいつも遅くなってしまいますが、今後ともよろしくお願いします。それではまたね。パカパカー。